おはようございます。平成29年度の初めにあたり、知事から訓示をいただきます。全員ご起立願います。挨拶を交わします。総務に礼。ありがとうございます。着席してください。皆さん、改めましておはようございます。おはようございます。平成29年度が、スタートいたしました。今日で、4日目ということでありますけれども、本格的には、昨日の、新入職員の皆さん方の、事業効果からスタートし、また皆さん方への職場にも新しいですね、職員が、それぞれ配属をされたというふうにも思います。今日、私もですね、桜をちなんで雲南寄りの桜のネクタイをしてきました。見るとあまり桜のネクタイありませんけども、そういうあの季節の中でですね、今日は皆さん方に知事訓示という形で、今年度ですね、私の思う方向性についてお話をさせていただきたいというふうに思います。まず3月31日に、129人の退職者、先輩方を、県庁から繰り出させていただきました。この年代の先輩方はですね、ご覧の通り1980年代の中央道の全線開通、そして開示国体と、ある意味では山梨のですね、一番今のベースを作っていただいた先輩であります。山梨の発展のためにそれぞれの仕事の中で対応してきたことを改めて退職者の皆さん方にですね、心から御礼を申し上げながら、その意思をきちっと引き継いでいくということが我々後輩にとって一番大切なことだと思いますので、改めて退職者の皆さん方に感謝を申し上げ、今後さらなる発展を退職者の皆さん方にもお誓いをしたところでございます。そして先ほども触れましたように、4月1日から事務局では104人の新入職員を迎えることになりました。採用となった皆さん方ですね、まだまだ学生から社会人へというその発展途上の若いフレッシュの皆さんであります。男性の方、女性の方、また事務職、技術職、それぞれ配置先はそれぞれのお仕事の中で違う部分もありますけども、ぜひ若い感性を管理職の皆さん方がそれを生かしていただく、その能力を引き出してもらう、それをぜひ皆さん方のですね、立場でもお願いをしたいというふうに思います。そして今年の1月からお話をそれぞれさせていただいてますが、今年度は加速、実行を加速するという1年に位置づけをさせていただいております。今さがっといろんなご議論をし、平成27年度は計画を作るとし、いろいろ産業界関係者皆さん方と一緒に議論をして、来年県は総合計画をはじめ60以上のですね、計画を策定、見直しをさせていただきました。それを平成28年度は、スタートをする、要するに実行する年というふうに位置づけをさせていただきました。それをまさに昨年のいろんなですね、検証も含めて29年度予算が議会のお認めいただき、もう今日から本格的に対応していただかなきゃいけませんが、ぜひそれぞれのご局、また所属の中でも成果をぜひ上げておいていただきたいというふうに思っています。ただし今、働き方改革という形でですね、今まで私たちがまだ若い時に残業をたくさんして、仕事のですね、成果を求めるということを決して言っているわけではありません。銃持つ私たちのそれぞれの力をですね、どうそれを盛り上げていくかということであります。残業を含めて15、20の仕事をするということではありません。私も根性はある方でありますけれども、いわゆる根性論ということを皆さん方にお願いはいたしません。スピードと効果を出すには、今まで作ってきたもの、そしてこれから実行しようとすることをですね、ぜひ独力では自分たちだけではですね、やっぱり成果になりにくいというものがたくさんあります。そういう意味で外との連携ということに心がけていただきたいと思っています。この2年以上ですね、土局間の連携、市町村産業界の連携と繰り返し連携ということを私からお話をさせてもらいました。それがなかなか全部の皆さんに伝わっているかどうか、
まだ私も若干自信がない部分もありますけども、ぜひその部分をですね、今から少し時間を割いてお話をさせていただきます。いわゆる連携というものは、それが上手に、進化をしていけばですね、いわゆる革新イノベーションというものにつながっていきます。次のステップに今の実績をですね、上げていくためには、今自分が手元に持っているもの、そして足元だけをですね、見ていたら、次の仕事、次のステップというのがなかなか見えにくいというのが仕事の仕方だというふうに思います。そしてそういう意味では、外の人が今の事業をどう思っているのか、どういう目で見ているのかということも含めて、議論をし、またそれを一緒にやっていくということにつなげていただきたいというふうに思います。加減上場の四則計算というのが、割り算、掛け算、引き算、足し算になります。10と10のですね、組み合わせの部分で、当然のことながら、10を10で引くとですね、0になってしまいます。10割る10は1です。10足す10は20です。10かける10は100になります。そして、県の仕事もですね、私が言っていることは全くこの四則計算とで同じであります。連携をですね、する際に相手のデメリットとか連携なんかしてもしょうがないというふうに、マイナス思考になるとですね、まさに 10-10 は0になってしまいます。せっかくの連携をしようとした出会いがですね、まさに0ということで何も進まないということであります。役割分担だけをですね、いろんな議論をして、この手でいいやというふうに割り切ってしまうと、10割る10は1です。現状維持ということで、その次に進めないということです。で、プラス思考で10足す10、一緒にやるだけですね、当然物事を進むわけですけども、手間が時間の部分を割り引くと、なかなかその増大をしないというものが、10足す10ということ、プラス思考ですから、まだ進むということであります。もっと言えばですね、かけるということ、この事業をですね、絶対私たち俺たち、みんなでやってみようというかけてみるということがですね、一番私は大切だと思っています。そのふうに、思い込んでですね、その連携というものをすると、10×10 の相乗効果で、この熱い気持ちでですね、必ず大きな化学変化、いわゆるその触媒という部分が皆さんに求められているということは、この年間お話をし続けてきましたけれども、まさにその触媒の機能になって相乗効果を目指していただきたいということであります。管理職の皆さんには、そういう意味で自分がですね、自身が触媒になって熱い気持ちをですね、重ね合わせて積極的にそれぞれの施策を進めていただきたいというふうに改めてお願いをしたいと思います。この典型的な事例が、昨年度全国知事会で3つの優秀政策を、評価をしていただきました。これもですね、それぞれどんなものかというのは皆さん方ご案内等であります。単に一緒に、産前産後ケアセンターを作ったわけでもありません。太陽光発電の適正導入ダーガイドラインを作ったわけでもありません。そして山梨パワーを作ったわけではありません。やはり知恵を絞り、力を合わせ、新しい形を作ったということだというふうに私は思っています。そういう意味で産前産後ケアセンターの発想も、ある意味では原則は市町村がやるですね、仕事を山梨は小さな市町村があるという形で、全県で全市町村が県とですね、連携をしたという部分が評価をされたという意味では、そのアイデアとかその形を作るですね、ベースの素材というのは非常に素朴であり、当たり前のことかもしれません。そういう意味において、一緒にですね、することに、がその県民の皆さん方にとってですね、その後の部分が、非常にいいというふうなことが評価をされたというふうに思っています。太陽光発電にしてもですね、再生エネルギーを普及促進する部分は当然のことであります。ただしその際に景観や環境面にですね、やはり配慮をしなきゃいけない。そして両立をさせるためには、その基準を作った方がいいであろうということで、市町村も含めていろんな方と協議をしながら、ガイドラインを作りました。山梨パワーにしても司会であります。60周年を迎えた企業局の水力発電の利益をですね、どういう形で分かりやすく県民の皆さん方に
還元をするかという部分をお示しをしながら、関係者間で合意形成をし、前方して全力発動する、初めての、仕組みがですね、導入できたというふうに思います。そういう意味ではどんなアイデアでもですね、本当に発見発明という全く新しいものをですね、作り上げていくのは大変難しい部分はありますけども、それを組み合わせて、対応をですね、進めること、連携をする必要性というものをですね、この3つの授業はまさに示してくれているというふうに思いますので、ぜひこの3つのですね、昨年度の優秀政策の部分がまるでお手本、見本になるような部分もありますけども、それをまた今年ですね、それぞれの部局の中でよく議論をし、そしてまた新しい仕組みというものをですね、模索をしながら努力をいただきたいというふうに思っています。県内経済は緩やかに回復をし、人手不足というものも今懸念をされています。一つの業界では人が足りない、一つの業界では人が余っていると、この業界間のミスマッチというものを、どう整理をしていくのかというものも、これから県のですね、大きな行政課題になるというふうに思っています。また企業の誘致や事業拡大をして雇用の確保をしなければいけないというふうなことで、これは先ほどのアイデアでありますけども、2つのですね、ことをさらに付け加えさせていただきたいと思います。調布付近の中央道のですね、渋滞緩和で、調布付近は2車線でありました。一昨年の12月です。それを3車線化にして渋滞緩和をし、3割から4割の渋滞の緩和の効果があったというふうに言われています。さらに今年度から、町村に、工業団地のですね、緑地率の緩和というものが、今現行では 25% の緑地を置きなさいという規定に、法律はなっています。それを 25% から 15% ないし 10% にしていくことで、今工業団地が足りないと言われている部分をですね、現存ある工業団地の中で仕事の事業拡大ができるという新たな手法が確立ができることになりました。まだまだ町村の皆さん全てがその分着手をしておりませんので、これは産業労働が中心になってですね、ぜひきちっと市町村の主体でその緩和ができ、その事業拡大がですね、したいという強い意志を持っている企業体の皆さん方にですね、大いにプラスになっていただけるように、これは今お話した2つもですね、お金がかかるものでもありません。アイデアとその工夫という部分につながるというふうに思います。そういう意味では、これからのですね、それぞれの部局長の皆さん、そして省庁の皆さん方が、どういう形で次の時代を見据えたアイデアを皆さんで出していくのか、そして、県内はもちろんですけれども、県外のいろんなニーズを踏まえた中で、その課題をですね、常に整理をするというのが、もちろん私自身の役割でもありますし、今日この場にいる、幹部の皆さん方の大きな仕事だというふうに思っています。その部分で必要なことはですね、これもずっと言い続けていることでありますけども、やはりイノベーション、要するに新しい事業や制度をですね、作る際にはやはり虫の目だけではなく鳥の目が必要だということであります。職員の皆さん方は全ての方が非常に仕事熱心です。専門性は高いです。そして自分のエリアのことはよく知っています。ただし現場だけを知っているという方もやもすればいらっしゃいます。それを補完をするのが皆さんの部分であります。私がいつも思っていることはですね、鳥の目というものを若干補完をしてみるとですね、いろんなものが見えてきます。県民の皆さん方がですね、公務員という私たちの仕事をまずどう見ているのか、そして県内の産業界、教育界、いろんな方々が、私たち県庁にどんな期待、どんな、思いをですね、持っていただいているのか、さらには、日本の中、世界の中でですね、この山梨というのはどんな輝きをこれから、発することができるのか、しなければいけないのか、さらには、交通網、もう社会、基盤の整備もですね、かなり進んでまいりました。リニアの問題にしても情報にしてもですね、それは本県のそれぞれの企業、また県民の皆さん方がどういう交通網の整備の先に
将来があるのか、情報整備をした後で将来の先があるのか、さらには過去先ほどお話を冒頭しました先輩たちが築き上げてきたこの私たちのいろんな施策や今の基盤というものを過去から未来へ続いている時間軸で当然ありますから、それを今私たちがどういう手を打っていかなければいけないのか、そして自分の個人との人生というものも当然皆さん方も職員の皆さん方もありますから、家族や仕事そして生活というものをですね、どういうバランスで対応していくのか、もろもろ あるというふうに思います。ぜひ皆さん方、特に、まだ新年度がスタートしたばかりでありますから、昨日ご新入社員の皆さん方にも元気よく挨拶しようというお話を最後にさせていただきました。そういう意味において、職員のですね、部下の皆さん方が、手元にですね、書類だけ見てる、そして顔を伏せて仕事をしているときにはですね、ぜひ声をかけてちょっと顔を上げてみようということで声をかけてほしいと思います。そうすればいろんなものが、人が物が必ず新たに見えるはずであります。ですから虎の目をですね持つことは、まず自分の顔をですね少し上げてぐるっと見渡すという簡単なことであります。そういう意味でですね、私自身も昨年度以上に努力をしますが、特に幹部の皆さん方には積極的に外の人、外の、関係する業界の皆さんとですね、よく話をしていただきたいと思います。職員の皆さん、部下の皆さんが作った書類を見るのはもちろん大切であります。ただし、その書類を見るだけではなくですね、やはりそれを通じて仕事をする先、事業の主体というのは、すべて民間、そして地域の皆さん方ばかりであります。ぜひその部分で、県の施策がどう評価をされているのか、どう映っているのか、そして、自分の仕事をですね、その中で検証し、やるべきことをぜひやり抜いていただきたいというふうに思います。冒頭、1月の冒頭にもお話をさせていただいたように、今年から10年後に2027年、リニア中央新幹線の品川名古屋間の開業が、控えています。これからですね、今まで5年前、10年前は、むしろですね、リニアという仕組み、交通手段はですね、夢であり、そして可能性であるという将来の、という、まあ、位置づけがされていたと思います。それがまさに現実のものになるということであります。そういう意味において、地に足についたですね、力強い完成予想図をですね、やはり私たちが、県庁マン、全体の取りまとめとしてですね、その完成予想図をやはりきちっと描き切らなければいけないというふうに私は思っています。ですからそれは総合政策部や林業交通局だけの仕事ではもちろんありません。農政部も気象局も産業労働部も全ての部局がですね、やはり自分たちが10年後20年後林業開業ができた時にどういうそれぞれ所管をする産業や地域がですね変化をしていくのか、どんどん知恵を出してほしいと思います。そしてそれを具体的に考えてほしいというふうに思います。そしてその実現までにどんなステップを踏まなければいけないという検証も合わせてしていただきたいと思います。そのステップ段階をですね洗い直す作業がまさに今年度の早い時期だというふうに思います。その作業をぜひ速やかに本格化をしていただくように改めてお願いをしたいと思います。そして開業の効果が全県に平均するということが大きな目標の一つでももちろんありますけれども、まだまだ県民の皆さんは10年後という部分に、短すぎるということと長すぎるという多分まだ2つのご評価があるのではないかというふうに思っています。そういう意味では県民の皆さん方すべてのやはり機運の醸成ということを図りながら県民の皆さんと一緒にですね対応する、そういう意味では県がしっかり説明をする素材を作り、そしてみんなで一緒にその説明をしていくということにつながっていくというふうに思います。そして先ほども話したようにですね、部下の皆さんだけではなく、やはり皆さん方もですね、部長の部屋、次長の部屋、それぞれのですね課長の席に座っているだけではいけないということであります。ぜひ県内だけの効果ではなく、近隣のリニアに関係する都道府県がどんな施策を今講じようとしているのか、そして海外からどういうふうにそれが見られているのか、
そして、過去と現在と未来をつないでいくわけですから、そして、現在を踏まえた将来未来はですね、どういうふうになっていくのかという広い視野をですね、ぜひ持ちながら柔軟な発想を持ってその仕事に取り組んでいただきたいというふうに思います。もろもろ他にもですね、それぞれの部局でたくさんのですね、重要課題がたくさんあるというのは承知しています。今日は国事という形でですね、政策課題についてはこのくらいにしますが、1月4日の日に、仕事と生活のコビット両立宣言というものを私自身が、メディアの皆さん方の前でさせていただきました。これは、山梨県庁版いわゆるイクボス宣言というものでもありますし、国また山梨県の中でも働き方改革というものをどうしても今やっていかなければいけないという前提に立ったときに、まず山梨県庁の中で職員の皆さん方がワークライフバランスをですね、どういうふうに確立をさせ、そしてそれを充実させることによって高い県民の皆さんに対する養成サービスの提供をしていかなければいけないという視点で宣言をしたものであります。そしてこの宣言の柱は皆さん方もすでに社会説法でありますけれども3つであります。業務の効率化、マネジメントの強化、そして職員の皆さん方の意識改革、この3つが宣言の柱であります。そういう意味ではこの宣言をですね、言葉だけのものにしないということで、実効性を持たせなければいけないというのが私の強い思いであります。そういう意味では職員の皆さん全体で業務と同様、この働き方改革のですね、宣言の実行ということにぜひ心がけていただきたいというふうに思います。やはり職員の皆さん方全員が働きやすい職場、それは仕事の能率も当然上がるでしょうし、そして県民の負託に応えて新しいいろんな施策や県民が求めるニーズというものに応えていけることができるというふうに確信をしています。それでは所属長、部局長の皆さん方はまさにそのトップにいるマネジメントをですね、していただく主体であります。そういう意味ではこの後、私のお話がですね、終わった後、総務長の方からお話があり、そしてこの働き改革の両立宣言をですね、それぞれ具体化をする作業に入りたいと思いますので、ぜひ所属長の皆さん方もそれを見届けていただいて、きちっとそれぞれ職場の中でですね、対応を進めていただきたいというふうに思います。それでもうそろそろみんな眠くなってきたところだと思いますから、今年度皆さん方にどうしても送りたい言葉であります。勇往邁進という言葉であります。これは、もうそのままの意味です。恐れずためらわず目標に突き進むという言葉であります。私たちは先ほども話したように一昨年度計画をですね、十分に、部局間そして所属の中で議論をし、そしてその計画を作り上げました。昨年はそのスタートが昨年度はできたとしています。今年はそのスタートをですね、した施策を加速実行する年にしなければいけないと思います。そういう意味ではですね、もう当然計画や施策を実行する際にはいろんな障壁やいろんなそのハードルというものが具体化する際にはもちろんあります。しかしそれにひるむことなく、やはりこの目標計画をですね、やり遂げるという強い意志、先ほどお話ししたようにそれにかけてみるという相乗効果がですね、生んでいただかなければいけないということだと思います。当然もっともっと具体化をし前に進んだらですね、やっぱりいろんな課題が見えてきます。そしてその課題をですね、解決をするにはもしかしたらその少し微調整をしたり大幅に変えなければいけないという部分も出てくるかもしれません。まだその時期ではないと私は思っていますけども、ぜひそういう意味で足を止めずにぜひ仕事をみんなでしたいというふうに考えています。そういう意味では管理職、部局長、所属長の皆さん方はその先頭に立って仕事をしていただく方であります。新たな時代を作るというのは本当に難しいことであります。それぞれの施策を、具体化するにはかなりの胆力が必要であります。それを部局長、所属長の皆さん方にはやっていただかなければいけないということだと思っています。そういう意味ではこの勇往邁進というですね、ちょっと大体わかりますよね、はい、
字をですね、自分の皆さん方の胸にですね置いていただきながら、部下の皆さん方もですね、やはり少しは元気よくなるように、先ほどお話をした、励ましながらですね、上を向けということも声をかけていただきながら、進むべき道をですね、先ほどお話した取り留めという少し俯瞰をした形で見ながら、勇気を出して走り切ってほしいというふうに思います。それが、今年度実行を加速をする年だというふうに思っています。ぜひ、幹部の皆さん方におかれましては改めてお願いを申し上げます。所属の中で、また部局の中で、今までのその昨年度やったことを加速をしながらですね、ぜひ成果を出していただきたい。そしてそれは県民の皆さんにとって大きくプラスになる、そして励みになることだと私は確信をしています。それでは連携というものをですね、一つのキーワードにしながら、それが県政をですね加速させる、私はエネルギーになるというふうに思っています。そのつながりのですね、いろんな組み合わせが山梨をですね大きく発展させるステージに持っていけるというふうに私自身は考えています。しっかりした今までのいろんな、ベースというものはですね、あるにしても、10年後、20年後を見据えながら、そして大きく計画を実行しながらですね、県民の皆さん方が、県庁がやってるんだったら一緒にやっていこうというふうなことも含めて、今年度それぞれの局で、思いをですね達成をしていただきたいというふうに思います。職員の皆さん方にもいろんな部分で、ご厄介もかけるかもしれませんし、単に長時間だけ仕事をするということを、改めて言ってるわけではありません。ぜひ、仕事は集中して、そして、働き方という形でですね、家庭の部分にも目配りをしながら、さらにこの1年間が、職員の皆さん方にとって、健康で充実した、平成29年度になるように心から私からもですねお願いをして、県庁一丸になって新しい山梨県のですね、部分を作っていく、その加速ができる1年になりますように心から改めて皆さん方にお願いをして、確かに皆さん方への訓示とさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。以上をもちまして知事訓示を終わります。全員ご起立願います。総理大臣。